チェルスキン・岬の位置チェルスキン岬・岬チェルスキン・岬の極地観測基地チェルスキン・岬はシベリア北部北極海に突き出たタイミル半島の北端の岬ユーラシア大陸の最北端であり地球上の大陸の最北端でもある北緯77度43分統計104度18分北極点から約1 2 3 0トル 北にビリキツキー海峡を隔てて、セベルナやゼムラ諸島がある。第2回カムチャツカ探検で、1742年にセミョン・チェルスキンが初めて到達し、北東を岬と名付けた。その100年後に、ロシア地理学協会がチェルスキンを記念してチェルスキン岬と改称した。この岬は、ヨーロッパとアジアを結ぶ。 北東航路の中間かつ最北端であるが、流氷が年中を通して、海を漂う上に、レナ川やエニセイ川などの大河の河口が、周囲にあり海流は複雑で、氷の状態の予測は困難であった。1878年に、スウェーデン人探検家、アドルフ・エーリク・ノルデン・ショルドが、初めて船で岬を回った。1893年には、北極点を目指す。 ノルウェー人探検家フリチョフ南線が訪れた。1932年に岬に極地観測所が作られた。現在は電波気象台と呼ばれ、約100人が勤務している。チェールスキン岬飛行場がある。欠片の気候区分ではツンドラ気候に属する。ありがとうございます。